VTuber さんたちを最近本当最近知った人です。かなえさんもこれからのことって考えてるんですか？考えてない。考えてない。まあ今年はやってると思うよ、少なくとも活動 YouTube を、 Twitch とか、あとなんだろうな、楽しいこといっぱいできたらなって思ってるっていうか、もう5年目ですから、もう一生やめないとはもう言えない、言わないかもしんないけど、でもそんな暗い予定はないというか、5周年は迎えたいなって思ってます。いやだってさ、そんな未来のことなんてわかんないよ。気持ちは変わってくよ、何かをきっかけに、きっと。だからその遠い未来、その言えないよ。いつかそういうことを考えたりとか、そういう決断をしなくちゃいけないんだけど、来るかもしんない。一生やめないっていうことは、やめたくなった時も無理をしなくちゃいけないっていうことだなって最近思うから、半年刻みでいいか。10アニバーサリーだってあるよ、だって可能性は。そりゃでも辞める可能性を認めないっていうのは、続ける可能性を捨ててるっていうことでもあると思ってる。ちょっとここは解釈深いか。まあまあまあ、まあやめようと思ってないです。こうライバーさんが誰か卒業されたりとかしたタイミングで、あの私の推しもって不安になる方とかもいるんでしょうね。よくあります、そのタイミングでね。今やめる予定はない。今言えることは現状、やめるなら1年前に告知してほしい。無理だって、1年は3日だって、明後日辞めますとかだって。辞めるのを1ヶ月前に言うのも、だいぶ視聴者とかリスナーファンのことを思ってたと思うけどね。だってさ、その1ヶ月間辞めないでとかさ、こう悲しんでるのとかをもうずっと見続けるわけじゃん、1ヶ月。それは結構言ってる側もきついんじゃないかなと、そう想像では思う。その時間が長ければ長いだけ多分って思う、わかんないけどね。ちゃんと考えたことはないけど、そういうの。だいぶだと思うよ。今回1ヶ月さ、毎日最後に行って。本人しかわかんないと思うけど、僕は。あれはでも本当にファンのことを思ってたなって思ってました、僕は。まあ僕はもう正直やっぱやめるのやめようかなって思ってほしかったのもある。